ゼミナール入試に関しまして、解説を行いたいと思います。こちらの担当は私中島が解説させていただきます。ですね、ゼミナール入試、大学に入るためには皆さん、結局大学入試というものを、やらなきゃいけないんですが、私ももう20年以上前にですね、大学入試というのを経験してですね、結構大変な思いをしたわけなんですが、本学のですね、農学部環境資源科学科も、一般入試の他に、こちらにありますゼミナル入試というものがあります。でこちらに関しまして、ちょっと解説させていただきます。先ほど申し上げましたように、環境資源科学科ではですね、一般入試、他の大学と一緒で一般入試でもありまして、共通テストとあとは前期日程後期日程っていうのがあります。それぞれ定員がこのようになっております。はい、それでですね、こういう一般入試の他にもう一つ推薦入試っていうのがあります。これは環境資源科学科だけではなくて他の、学科でも、実施されております。でこちらもこういう定員が、設けられています。でこれとは別にですね、環境資源科学科ではですね、独自にゼミナール入試というものを設けております。このゼミナール入試というのはですね、環境資源学ですねの深い興味と熱意を持っている学生さんを、受け入れたいと、そこでですね、一般的ないわゆるペーパーテストとは違う方法でですね、ゼミナールっていうですね、講義を聞いていただいて、でそこでレポート作成してそこから評価するということを、行います。はい、それでですね、ゼミナール入試で、求める人物像というのは、環境資源学科ではですね、この4つを、考えております。1つは、先ほど申し上げましたようにこの環境学そして資源学に対して、興味と熱意を持っている、学生さんが欲しいというのがあります。そしてですね、2番目が、将来的にはですね、研究者としてもしくはその企業の、そのリーダーとしてですね、研究志向だったり研究遂行力を持つような方を、欲しいと獲得したいという狙いがあります。そして3番目なんですが、これはやはり先ほど学科説明でありましたように、本学科ではですね、理科、物理生物化学地学この、理科をですね、中心とした教育研究というのを行っているわけなんですが、そういうですね、理科を志向し理科の適性を持っている方っていうのを、学生としては欲しいと。皆さんの中には、理科は得意なんだけど他の科目例えば英語はちょっととかですね、例えば数学はちょっとっていう方いらっしゃると思うんですが、もう、うちの学科としてはですね、こう理科に関しましてこう突き抜けたようなですね、とんがったようなそういう学生さんが欲しいと。ということでですね、こういう学生さんを募集しているというわけです。そして4番目はですね、これはちょっと2番目と似てはいるんですが、仲間、研究仲間ですね、をリードするような、そういう積極性、行動性、将来性を持つような、学生さんを、育成、指導したいという狙いのもとに、このゼミナール入試を実施しています。そしてですね、ゼミナール入試の募集に関してですが、先ほど申し上げましたように定員は3名となっております。で入学資格こちらに書いてあるんですが、出願資格はですね、現役生と、浪人生でもですね、1年間浪人された方を対象にしています。ここに書いてあることはですね、基本的には日本の一般的な高等学校を卒業された方もしくは卒業見込みの方であれば特に問題ありませんので、気になる方はまた募集の要項の方を見ていただければと思います。でその他にですね、学習成績が優秀で、学校長からの評価、高い評価と志願評価書の提出が必要となります。そしてですね、本学環境資源科学科がやはり、第一志望であるということと、合格した場合にはですね、入学を確約できる方 を対象としております。はい、それでですね、実際、ゼミナール入試の日程に関してですが、こちらに関しましては、今年度、すでに、日程が決まっておりますので、こちらで、告知したいと思います。ゼミナール入試ではですね、3段階の評価によって、合格を確定させております。まず第一次選考ということで、これは書類選考になります。
出願期間はこのように今年の10月8日から10月14日というふうにもう決められています。でこの時にですね、志望理由書、活動報告書で、今年の場合はですね、まあ、新型コロナの影響で、まあ、なかなか活動が制限されている、できなかったりする場合ことはあると思うんですが、まあ、その場合でもですね、まあ、準備状況などを、まあ、報告していただければと思います。で、まあ、その他、まあ、志願者の評価書、調査書を出していただきます。でこれをもとにですね、環境資源科学科の、教員の皆さんがですね、まあ、この書類審査を行いまして、でここの中で、合格者を選考します。でここで合格された方が次に、第二次選考になります。これがですね、ゼミナール入試の、まあ、ある意味本質になりまして、ゼミナール受講と面接が開設されます。でこれもですね、11月27日土曜日というふうに、まあ、日程が決まっておりまして、これは丸1日行われます。午前と午後でして、午前はですね、環境資源科学科に関するゼミナール、まあ、ゼミナールと言いますが、まあ、要するに講義ですを、まあ、聞いてもらいます。で講義と、あとはちょっとした、まあ、理科実験のデモンストレーションを見てもらう、もしくは皆さんで実際に体験してもらうということをやりまして、でその受講者内容に関しまして、まあ、レポートを作成してもらうと。でそしてですね、午後になりますと今度は面接を行います。このレポートの内容と面接を総合的に評価しまして、ここでまた合格者を選抜する。第一次選考で合格者された方から、まあ、振り落とされて第二次の合格者が決まります。その後ですね、まあ、最終選考、3つ目の選考になるわけなんですが、これは、いわゆる大学入学共通テストを受験していただきます。基本的に共通テストの中身なんですが、数学、理科、外国語になります。それぞれ数学は、まあ、2科目、理科2科目、外国語、まあ、リーディング、リスニングとなっておりますが、でこれをですね、まあ、合格基準点、70% トータルで420点ですけど、以上でこれで合格が、確定となります。このような手順でですね、ゼミナール入試を行いまして、合格者の選考、合格者の発表を決めるということになります。はい、それでですね、過去3年間のゼミナール入試の、まあ、実際にゼミナール講義では何を行ったかということに関しまして、ちょっと、言いますと、例えば昨年度令和3年度ですと、対流圏と成層圏のオゾンの内容につきましての講義がありまして、令和2年度は再生可能な木質資源の特徴とその構造で、平成31年度はグリーンケミストリーということで、基本的には環境資源科学科の先生が取り組まれている研究内容に関しまして、もちろんその最先端のことを言うとですね、まあ、内容としては非常に難しくなりますので、そこをですね、受講生の方にも分かりやすく講義をしながら、この内容についての、レポートを作成するというような形になります。そしてですね、実際の、実績で入学者、1次2次最終の、合格者の推移というのは、まあ、このようになっております。はい、以上簡単ではございますが、環境資源科学科のゼミナール入試に関しまして、解説を終えます。より詳細な内容が知りたいということにという方いらっしゃいましたら、環境資源科学科のホームページをご覧ください。もしくは、本学のホームページの、入試に関する、ページにも同様に、ゼミナール入試に関する情報が記載されておりますので、そちらの方を、ご覧ください。はい、以上になります。